ということで、今日は新庄と中目黒に来ています。寒いからココイチでまずご飯を食ってからちょっとプラプラしようかなと思います。ありがとう。ロースカツカレーの 500g。 新庄が普通カツカレーだ、普通のロースカツカレー、はい、食べます。いただきます。カレー食って温まったね。そうだね、いろいろ見ていきたいです。中目黒、ここがよくあの桜のとこだから、今ちょっと何もないからちょっとあれだけど、そうそう、やばい、めちゃくちゃイケメン、かっけー。レモンサワースクワット、1回だけ飲んだな。いやー、かっけー。結構中目黒静かだから過ごしやすいと思いますね。結構なんかオシャな店多いし、大丈夫、清水翔先輩も十分オシャっす。大体なんか店が12時ぐらいに開くみたいで、俺ら11時から集合して、ちょっと早いからまだ散歩タイムで、なんか自分もその清水翔も LDH のアーティスト好きなんで、中目黒ね、今日ちょっと意向的な話で、ほんとね、エリーとかね、ガッツして中目黒はまあ何回か行ったことはあって、それこそ LDH の中であったオーディションも1回自分受けたことあるんですけど、それで EXPG の方にも行ったことあったりとかで、いやー、アイスとも早く有名になってボーカルバトルオーディション開催してーなー今日はだからちょっとその EXILE 系の24カラッツとかちょっと見て、そう、回ろうかなと思っております。すげえ、いいね、飲もうか。はい、いろいろあるっすね。近いなんか家でやるようなやつもあったりとかするね。シャリシャリチョコモーモーとか名前やばいな。アメージングコーヒー、なんか俺のやつは本日のコーヒーってやつです。これはカフェラテ。清水翔はカフェラテ。こんな感じですね。飲みます。あ、うまいわ、本日のコーヒー。うん、うまいっす。この後はどこ行こうか。違うもの、この辺食べ歩きしたから、ちょっと歩きながら代官山の方、代官山とかのサラダとかっていうの方が行く。あ、うまいわ、名人コーヒー。やりてえな、写真棒コーヒー。アスパラキンはインスポーツの AOC 加盟店ですね、さらなる進行に努めてまいります。私の出身チームの中村とも美味しい。
俺はあんまコーヒーホット好きじゃないからいつも寒くてもアイス。デリヤチの事務所の前で行ってですね。行くか、はい、ついでに。豆とかもいろいろ。人やば。めっちゃいるじゃん。タクシーに引かれるとかっていう。コスタバのこれ名称なんつうんだろう。なんですかね。スターバックス。ここ一回行ったんですけど結構良かったっすよ。めっちゃ。いろいろ食べるもできるし買うのもあったんで今日はちょっと行かないけど、ちょっと今日のシミショーのコーデを。今日はフレアパンツと革靴履きたかったから革靴にちょっとフレアパンツで中トレーナーで、シンプルめなんでバックで差し色いいねとアメージングコーデさっき飲んだやつね。こんな感じです。今日はシミショー結構おしゃれなんでちょっと帯っぽい感じを出してみたけど、うん、いいよ。はい、帯はもっとブランドなんでちょっと頑張りますはい、じゃあ今日のファッションポイントは。今日のファッションポイントはドキュンですこれナイキ、あの去年の秋ぐらいに買った。これナイキのスニーカーと、デニムはこれギャップのダメージコートっぽいの好きだから寒いけど高級 で、はい、であとスタジャン、はい、スタジャンがね、これこの間思い出したのこれね、まさかのイトーヨーカドーで買ったやつで、ケントでもいくらだっけな、5万、5、6万だった。あとはバッグはもう忘れた、100万年前ぐらいに買ったバッグといつもの愛用のスタジャンで、ドキュン完成かっこいいですからね、そのジャケットねっていう感じです、はい、歩いて代官山来ました。代官山だからその本屋ぐらいしかこれ知らないわあとなんか適当に、またちょっと適当にプラプラします。あ、本当だ。代官山のツタヤショップをまさかのへーとか言って見てたら取り逃してまあちょっとどこ行こうかねっていう感じっす。見てみる？やめよちょっと入りづらいとこ多いよね、ちょっとね。代官山はこんな感じっすね。あ、あれあんじゃん、なんだっけ、川越好きだったよ。車引かれるあ、あった、晴れを、あれだジム。ああ、じゃあそろそろ機械に来た。さあどうしましょう、もう行くとこなくなっちゃったね。なんかここね、クリスマスの時期とか確かなんかちょっとライトアップ的なのやってた、確か前なんか行った時。そうだ、まあ、代官山はこんな感じっすね。ここもオシャな店が多いっす今は代官山もう見るとこなくなっちゃったんで渋谷に歩いて向かっております。やばくね、今日ほとんど歩いて移動じゃんな賢治の見つけました
やばいね。いやー夏 T シャツ買ったわ。入りましょう。今超いいね。やばい、今渋谷に着いたっす。ね、オシャレ。俺これ初めて見た。渋谷ストリームキャンペーン、ちょっと上行ってみる。すげえ。じゃあみっちゃん、テルルルルルルすごい、ここなんかお台場のヴィーナスフォートみたいな感じだな。ヴィーナスフォートもなくなっちゃったしな。すげえな。今もう何時間ぐらい歩いた？1時間半歩いてね。じゃあなんかどっかカフェみたいなの入りたいなともなくて、永遠になんかウォーキングしてるよね。ダイエッターみたいな人もマジで。今はこどっ、ここまで原宿表参道。うん、感じで。ここは何？あ、チャイ、アイスクリーム。結構カフェはあるんだけど、なんか本当にアイスとかなんか飲み物と女の子いっぱいいるとこしかないから、ちょっとね腹も減ったし、今日はだから中目黒、代官山、何、原宿、表参道とは青山、どうも。ここでもやっぱ都心いいっすよね。やっぱなんかやる気出るし。ちょっと本当に腹減ったからどっか入りたいんですけどね。なかなか。まあヌビアインベースで発言をした。いいね。コインケース、ブラックミーズっていうコインケースをずっと狙ってたんです。またもったら。衝動買いしてました。いいね、はい。リアクションバイトしました。バス用語で。はい、いいね。めっちゃ嬉しいです。今日はいい買い物できたね、したよね。これで気合入ったんで。頑張っていこうぜ。はい、頑張ります。じゃあ食べます。いただきます。いや疲れた。ちょっと本当超歩いてるね。いただきます。やばいね。めちゃくちゃうまいわこれ。やば、めっちゃうまい。やばいわ。ウェイバックっていう店なの？ウェイバックっていう店ですね。
肉がめちゃくちゃジューシーで本当に美味しい。値段もこれチーズバーガーダブルってやつとオニオンリングとドリンクのセット2000円ぐらいだったから、そんなに高くもないから。この後も何ちょろっと古着かなんか見る。ここでゆっくりしてから。そうだね、チャンス。アメージングのね、あのコーヒーも美味しかったし、あと今月はアイストの活動はミュージックビデオの撮影だね。大抵ミュージックビデオ撮るときいつも雨だもんな。多分自分が雨男です。いや今年は本当に飛躍のね年にしたいから、ちょっと頑張っていこうかな。あと4月はこのハースのソロ EP 出すんで、ちょっとぜひ聞いてください。あいつの進化した姿を見てもらえるかなと。4月の8日土曜日もあのライブ決まったんで、下北沢、前回やった多分読み方ラグーナでいいと思うんだけど、そこで、そこは一応アイスト名義で出てるけど、まあこっち的にはほぼほぼハースソロライブみたいな感じでちょっとしていこうかな。俺がちょっとオートチューンとかあの設定やって、さくちゃんはギターをやって、あとはシミショー4月ね、個人チャンネル。そうね、できれば絶対好き。はもう魚結構いるんだよ。動き出すタイミングかもしれない。釣りやすい釣りします。シミショーが釣り釣って個人チャンネル作ったら、また俺とか亮とかみんなでちょっと釣り行くから、釣り動画もガンガン上げていきます。最初釣りもあんまりハマらないかなと思ったんだけど、めちゃくちゃ面白かった。なんかやってやるぞみたいな、そういうなんか気持ちが出てくる。俺負けるの嫌いだからさ。まあハマったり。早くお仕事辞めたいっす。仕事辞めたい。これを仕事に早くしたいんでね、ぜひ。YouTube 見てください。マジでめちゃくちゃなんかこうなんだろう、これねやってくだやってみたいなとかあれば、全然やれるやつだったらやるんで、まあ、あとそのチャンネルによって、俺の個人チャンネルに向いてるやつもあれば、みんなでやるんだとやっぱチームアイスとかの方がやっぱいいから、チームアイスでもねボーリングやりたいよ。そこ春ぐらいしたいです、ボーリングとか人数集まってできることもしたい。フットサルもそうだし、ちょっといろいろなんか体力測定的なのもちょっと面白そうだな。あなた 50m 速やりたいですか？いや俺絶対やばいわ。マジで一番遅い。俺野球やっててずっと、俺はで、シミショーがまあサッカーちょろっとですやつで、なんかアイストミュージックチャンネルはもう完全その音楽の動画、まあ、ミュージックビデオとかそうだし、まあ、曲もそう でチームアイスはなんかその遊び、さっき言ったその運動系とか結構やって、で俺のまあ個人チャンネルはこういう Vlog とか、まあ、あと作曲どうやってんのとか、
そういうのをあげていこうかなと思って、ちょっと種類を分けて、ね、シミショーは釣りとファッション、まあ、まず釣りだよな。1本目まで釣っていくかなと思って、まあ、他のメンバーも、もうめちゃくちゃね、人気出たりしたら、まあ、全然やりたいなと思って、ファースなんかちょっとネタねえから、ちょっと難しいかもしれないけど、タクちゃんとか、ギター弾いてるそう結構。そう、タクちゃん、アイスミュージックチャンネルで、この間も、これなんだっけ、スラダンのやつだっけ、なんかはい、スラダンのやつとか、結構その、日本の曲のギター弾いてるんで、アニメとかも。映画とか、その話題のね。結構かっこいいから、ぜひ。それもリクエストあったりしてね、見てもいいかもしれない。なんか、多分大体できると思うんで、何やってとか、これ聴きてんだよとかあれば。ファッション紹介とかもね、俺ら2人やってもいいかもしれないね、定期的に。さっきあの撮ったんで、もう見てると思うんですけど、さっきの動画。自分なんかはやっぱり世代が本当に EXILE とか3代目のデビューした当初とかの代だから、もうめちゃくちゃその時の感じのファッションをしていて、まあ、シミショーはね、3代目好きだから。3代目とか、まあ、いろいろヒップホップも。そうです。好きっすけど、結構何でも来ちゃうっすね、最近は。服装はちょっと、自分はエグザイルっぽい感じが好きかな。まあでも、あとはやっぱり、そのエミネムもめっちゃ好きなんで、そういうちょっと、なんで、分かりやすくダボっていうしたような感じも結構着るから。まあでも最近、やっぱライブとか、こういう撮影があるようになってから、なんか普段もう適当になっちゃったな、なんかあんまり。昔はね、学生の時とかは嫌いだけど、今はもうなんか割と、今日はだから一応これ動画撮るあれだったから、一応しっかり着ていこうかなと思ったんだけど、あんまりそうなんだけど。普段もスーパーあんまなんかもうベスト着てみたいな。おしゃれするとこないんで、やっぱこういうとこ。今度ね、そういうどういう仕事の内容とか、まあちょっとあの、企業のある関係もあるから言えるとこはある。決まっちゃうけど、何やってるのとかも言う。てか逆に見かけたらちょっと声かけてください。自分ら同じとこだからな。全然どうもちゃおでちょっと声かけてくれる。ちょうどだって俺らも入った当初もね、同じぐらいだもんね。もう 3、4年前。そう。まあ、最初はちょっとあんまり部門も違かったからなんだけど、で。本当に一緒になって、まあ、1年、2年ですよね、そう結構わすめちゃくちゃ、まさかこんな気が合うと思ってなかったから、やっぱり絡むまで分かんないからね、なんかまさかこうやってチームアイスで一緒にできるの嬉しいから。私はね、目標なんだろうな、まあ、まずやっぱり音楽でなんとか生活したいなっていうのはあって、したいなとか徹底するからそれを頑張るのと、あとシミショーはやっぱファッションが好きだからね、ポップアップストアね、やりたいよね、アパレルとかね、インスタとかフォロワー増やしたり勉強していきたいと思います。俺なんかも今年で30になるんで、ちょっと年齢的にもちょっとそろそろ気合い入れないとっていう感じで、だから今年こそはちょっとね、頑張っていきたいな。音楽活動も今年で4年 ?3 年目、まあ、最初の1年はちょっとコロナで本当に何も動けない状態だったから、なんか曲はちょろっと作ったりはしてたんだけど、まあ、だから本格的にやったのは2年目からだから、去年も初のソロアルバムとか出したりとか結構頑張ってやってきてるから、それが今年はなんか結果につながればいいなと思ってます。まあということで、ちょっと今回は、シミショーと写真坊の中目黒、代官山、原宿、表参道で Vlog でした。じゃあまた次回もお楽しみに。おっしょ。